学チャンネル。こんにちは、井田学です。本日はこちらケンパープロファイラーステージの開封とハウツーということでね、前回前々回のケンパープロファイラーステージを輸入する動画前編と後編に続きまして、今回ついにねケンパープロファイラーステージを開封する様子とハウツーね、実用的な使い方を皆さんにご紹介できればなと思います。開封の方はね、僕箱フェチなんでもう完全に趣味ですね。でハウツーの方は買った時にね付属していた説明書、クイックスタートっていうのがついてるんだけど、それとあとケンパーが公式で出しているチュートリアル動画っていうのかな、なんかそれらがねちょっと分かりづらかったというか、こう絶妙になんかこう使いたい機能が載ってないみたいな感じだったんで、今回はね自分の防備力も兼ねてはいるんですが、これからねケンパープロファイラーステージでケンパーデビューする方のためにより実用的にね、この機能はこうやって設定するんだよっていうのをいくつかねご紹介していければなと思っております。はい、それでは早速開封の儀から行ってみましょう。はい、それでは早速開封していきたいと思います。でね、これ箱がね二重になってるんだよね。高いマルチエフェクターとか買った時ってね、こう箱が二重なんですよね。フラクタルの XFX2 の時もそうでしたね。はい、いよいよ出てきました。これがケンパープロファイラーステージの箱です。でこれね、あの今箱のね全ての面をこう皆さんにお見せしようとしてる感じですね。はい、でいよいよオープン、出ましたね。これがケンパープロファイラーステージの包まれている状態です。はい、中身取り出していきましょう。まず電源で発泡スチロールが2つですね。でステッカーとピックみたいなので、これ本体ドカッと取り出すとまた発泡スチロールもありますね。で説明書的なやつ、はい、では付属品詳しく見ていきましょう。まずこちら電源アダプターですね。ケンパー海外製品なので3ピンになってるんですよね。で日本だと2ピンが一般的なので、こちらね変換するアダプターを一緒に購入しておくのがおすすめです。説明欄に URL 貼っておきますので、よろしければ参考にしてみてください。はい、続きましてこちら説明書的なクイックスタート日本語ってやつですね。これね読んでもあんまりクイックにスタートできなかったんで、ハウツー動画をね今作っております。はい、続きましてこれがケンパーのオリジナルピックとオリジナルステッカーですね。かっこいい。はい、本体見ていきましょう。なんかねボタンがたくさんあって分かりにくいかなって思ったけど、使ってみるとそうでもなかったです。はい、こちらが入出力端子ですね。こんな感じになっております。特にね言うことないんですが、強いて言うならねダイレクトアウトがついてなかったんで一瞬不安になったんですが、まあその辺はねハウツーの方で話していきたいと思います。では早速セットアップしていきたいと思います。はい、ケンパープロファイラーステージのセットアップですね。日付、時間、名前を入力していきます。なんかね新鮮な感じでした。この後はケンパープロファイラーステージの電源をオンオフする様子をお見せしたいと思います。はい、左上のねこの電源ボタンをポチッと押すと、こう液晶がねついてケンパープロファイラーってねこう読み込んでるこの線がね黒くなっていきますね。これね何もしないで見てると結構長く感じるんですが、なんかやってるとねまっすぐ電源つきます。黙って見てるとね、あーなんかまだかなまだかなっていう感じですね。あとちょっとですね。はい、これで立ち上がりましたね。はい、続いて電源のオフいってみましょう。こっちは長押しですね。はい、切れました。でねこれ電源切れたけど、この電源のボタンね点灯したままですよね。ここがちょっとねプロファイラーステージ変わってるなと思う部分で、プロファイラーステージはね電源プラグをコンセントから抜かないと電源ボタンが点灯したままで、なんかねずっとスタンバイ状態なんですよね。プロファイラーステージをコンセントに直差しの方はいいんですが、例えばね電源タップに接続している場合、節電のためにね電源タップを外出時はコンセントから抜いているっていうね節約家の方にはちょっとしたね悲劇が起こるんですよね。まあ悲劇っていうのもね大げさかもしれないんですが、何かっていうと家に帰ってきてね
よっしゃ電源タップつなぐぞってね、コンセントにつないだ瞬間、プロファイラーステージのね電源を入れたいわけじゃないのに、プロファイラーステージの電源もオンになってしまうんですよね。まあ別にいいんだけどね、ただ使おうと思ってもいないのに勝手に電源入られるのはね、ちょっとだけ嫌だなと思いました。ガクチャンネル。はい、セットアップも無事終わりましたので、ここからはねケンパープロファイラーステージのハウツーということでやっていきたいと思うんですが、本当はねこうサウンドのレビューとかもねやろうかなと思っていたんですが、もうそういう動画ねたくさん YouTube 上に上がっておりますので、まあ、わざわざねこのチャンネルでやんなくてもいいかなと思ったのと、冒頭でもねちらっと話したんですが、ケンパーをねディスりたいわけではないんですけど、ケンパー公式のねチュートリアル動画や付属のねクイックスタートを読んでも、なかなかね自分が使いこなしたい機能の設定方法がね載ってなかったんですよね。普段ね Line6 や BOSS のねマルチエフェクターを購入した時は、まあね付属のクイックスタートみたいなやつを読んでこう使い方が理解できなかったとしても、こうネットでねちゃんとしたマニュアルが落ちていたりとか、それでもうねある程度自分の使いこなしたい機能の設定方法はわかるんですよね。でもねケンパーは他のね機種の説明書はネットにあるんですが、プロファイラーステージ専用の説明書っていうのがねこう見つけられなかったんですよね。ケンパーがね原人向けって言われるのはそういうことなんだなと、自分でねネットとかいろいろフォーラムとか読んでね掘り下げていかなきゃいけないんだなって思いましたね。でもね本当はそんなことにね時間はかけたくないんですよね。この自分が使いたい機能は限られてるのに、それを調べるのに時間がかかるっていうのがね結構なストレスになったりするんですよね。だから僕のようにねケンパープロファイラーステージでケンパーデビューした人が、この機能がね知りたかったんだよっていうね、そういうのをね実用的な使い方をご提供できればなと思って動画作っております。はい、というわけでね長々と話してしまいましたが、ここから先はねケンパープロファイラーステージを僕が使う上でね、この機能が知りたかったんだよっていう部分をまとめてハウツーとしてご紹介していきたいと思います。はい、まずはノイズゲートですね。これ大事ですよね。歪んだ音を出すときはねノイズが敵になるんで、でクイックスタートにも載ってるんですけど、これインプットボタンを押すって書いてるんですけど、これ長押しなんですよね。長押ししないと設定できないので要注意です。もうねクイックスタートがね親切だったらよかったんですけどね、押すとしか書いてないんですよ本当に。あ、すいません。でねこれ左側ですね、ノイズゲートってとこありますね。これで調整ができます。はい、こちらも必須機能ですよね。エクスプレッションペダルをワウもしくはボリュームペダルとして使用する、この機能はねクイックスタートにも載っていたんですが、念のためご紹介しておきます。でねこれ今ペダル1の部分に BOSS の FV500L を接続した状態です。今回はこのエクスプレッションペダルをワウペダルとして使用できるように設定していきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。まずペダルズボタンを押します。そうするとねこういう画面になるんですが、ページの右側を押して、はい、ペダル1のね設定画面になります。でね左から2番目、ファンクションですね。これワウペダルっていう風になってると思います。ボリュームペダルとして使いたいときはここをねボリュームペダルに変えます。液晶の左上キャリブレートというところを見ていてほしいんですが、ペダルをね踏んだり戻したりするとここの表示が変わりますよね。これでキャリブレーションが完了して、エクスプレッションペダルをワウペダルとして使用できるようになりました。もしワウを踏み込んでみてかかり方がおかしいなと感じたら、ワウエフェクトの設定を見直してみるのがおすすめです。僕もね最初ワウのかかり方が変だったので設定で直しました。ただねこのあたりは細かい話になりますので動画では割愛しますが、ブログにまとめてありますのでよろしければそちらもチェックしてみてください。はい、ボリューム0でチューナーを起動する、これも便利ですよね。まずはチューナースイッチを押します。そうするとチューナーの画面になりますね。これちょっと見づらいのでアップします。そうするとね液晶右上チューナーアットボリューム0っていうところがあります。はい、これ今オンになりました。では実際にやってみましょう。エクスプレッションペダルをヒール位置に持ってくると、はい、チューナーが起動しました。
これね、ライブやレコーディングで非常に便利な機能ですよね。はい、一つのエクスプレッションペダルでリグごとにね、ボリュームペダルとワウペダルを使い分けたい場合ありますよね。それももちろん設定することができます。これもね、ケンパープロファイラーステージ、ペダルを接続する場所が4箇所もあるから、できないかと思ったんだよね。しかもクイックスタートのボリュームペダルとワウペダルの項目を見ると、ボリュームペダルの時はエクスプレッションペダルをプロファイラーステージのペダル1入力端子に接続します。ワウペダルの時はエクスプレッションペダルをプロファイラーステージのペダル2入力端子に接続しますって書いてあるんだよね。これだとさ、もうボリュームペダルとワウペダルね、使いたかったらエクスプレッションペダルが2ついるよってね、言ってるみたいなもんなんだよね。僕もね、危うくエクスプレッションペダルもう1個買うところでした。これはちょっとね、ケンパーさんよろしくないですね、このクイックスタート。これね、下手したらエクスプレッションペダル1個しか持ってないって人がね、このクイックスタート読んでもう1個ね、買おうって言って買った人いると思うんですよね、多分。そうなる前にね、悩めるプロファイラーステージユーザーさんがこの動画にたどり着いてくれることを願います。しかもね、その設定が超簡単なんだよね。じゃあ早速見ていきましょう。まずペダルズボタンを押します。でね、液晶左上、ワウペダル矢印ボリュームってとこ、これ押します。はい、そうするとワウペダルがあるリグではエクスプレッションペダルがワウペダルとして、ワウペダルがないリグではエクスプレッションペダルがボリュームペダルとして使えるようになります。エクスプレッションペダルは1台でも大丈夫です。はい、ダイレクトアウトの設定方法です。レコーディングでね、後からリアンプをするときに必要になる設定ですね。他のケンパーシリーズではダイレクトアウトプットっていうね、出力端子があるので、そこからね、簡単にダイレクトアウトできるんですが、プロファイラーステージにはね、ダイレクトアウトプットついてないんですよね。で、できないのかなって思ったんですが、なんとできます。まずね、アウトプットのボタンを押します。そうするとね、右から2番目、センド1アウトプットってありますよね。これをオフから GIT アナログっていうのに変えます。そうすることでね、このセンド1のアウトプットがダイレクトアウトプットに変化します。これでね、安心してリアンプも行えます。ガクチャンネル、ケンパープロファイラーステージの開封とハウツーということでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。ちょいちょいね、ケンパーさん公式のクイックスタートやチュートリアル動画をね、ディスってしまったんですが、まあまだちゃんとしたケンパープロファイラーステージ用の取扱い説明書が出ていないから仕方ないとは思うんですが、僕はね、新しい機材を買った時にその機材を使いこなすまでに時間がかかるのは全然いいんですが、使い方を調べることに時間がかかるっていうのはちょっとなかなかね、許しがたいというか、イライラしてしまうんですよね。でも今撮った動画見返していて、あ、ちょっと言い過ぎたなって思ってね、反省しております。まあでもね、早くケンパープロファイラーステージの日本語のね、ちゃんとした説明書が出てきたらいいなと思っております。でね、ケンパーを僕が使う上で他にやったことなんですけど、本体に入っていたね、全部のリグ280個くらいあったと思うんですけど、それをね、全部一個一個試装して、その中からね、気に入ったリグをフェイバリットっていう項目に追加しました。この時にね、クリーン、クランチ、ディストーションっていう風にね、まんべんなくサウンドを選ぶといいと思います。で、フェイバリットに追加したお気に入りのリグたちをね、パフォーマンスモードで並べてね、読み込んで使用するっていうイメージですね。で、1番から5番までのね、フットスイッチにリグをね、並べることができます。で、もちろんね、タップテンポもちゃんと使えますね。で、上にあるスイッチでエフェクトの個別オンオフとかもできます。ライブでの使用はこういった感じですね。そう、専用アプリケーションのリグマネージャーからもリグをね、ダウンロードすることができるんですが、こちらね、数がちょっと膨大すぎるのでさすがに全部は試せていないんですが、この中でもね、評価の高いものを優先的に試装してみて、その中でね、気に入ったものを本体にダウンロードして使用しております。あとはそうだな、ちょっとだけ気になったのが、
ソロ用にねブースターで音量稼ぐ人結構いると思うんですが、このケンパーの場合ね、ブースターはあんまり音量が上がらないので、そこだけちょっとね要注意ですね。でもリグごとにねアンプのボリュームを調整すれば、この問題はすぐに解決しました。そんな感じかな。いろいろね話したし文句も言っちゃったんですが、もうねその全部がどうでもよくなるぐらいケンパーねサウンド最高です。なんかエフェクトの評判があまり良くないって聞いてたんですが、全然そんなことなかったですね。多分アップデートでいい感じになっていったのかなと思います。これからねしばらくはライブもねレコーディングもこのねケンパープロファイラーステージ1本でいいかなと思うぐらいには本当に感動しましたね。演奏動画や YouTube ライブでもねプロファイラーステージを使ってサウンドの良さをねお伝えできればなと思っております。あ、そうだ忘れてました、ケンパープロファイラーステージのケースですね、おすすめのがありまして、ミュージックワークスさんというねメーカーさんが出しているエフェクターケースなんですけど、これねソフトバックというかセミハードみたいなケースになっていて、こうね重くないんだけどある程度しっかりしているのでね安心して運搬できますので非常におすすめです。サイズ感もねバッチリケンパープロファイラーステージに合っておりますので、説明欄にねリンクありますので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。というわけで3本立てでお送りしてまいりましたケンパープロファイラーステージの動画、以上で完結となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、動画の評価ぜひお願いいたします。 Twitter、Facebook、ブログもありますので、よければチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。